サポーターからのメッセージ、ジョフク監督です。お聞きいただきましょう。今シーズンのホーム編にご出演いただきましたご来場の皆様に、ジョフク博監督よりご挨拶申し上げます。すいません、ちょっと声が割れちゃいました。今日は素晴らしい雰囲気を作ってもらって、選手に力をもらって勝つことができました。本当にありがとうございます。365日右肩上がりになり続ける、そしてアジスタを前にする、それを確認し合いながら1年間我々はやってきました。振り返ると順風満帆じゃなかったです。3歩進んで2歩下がる時もあれば、3歩進んで4歩下がる時もありました。特に夏場は苦しかったです。苦しかった。しかしどんな時でも素晴らしいサッカーに向き合う我々にはベテランがいます。そして毎試合学び続ける選手たちがいます。そしてスタジアムにはいつも応援してくれるファン、サポーターの方がいました。我々は今年アジスタを本当の意味で満員にすることはできませんでした。そして昨日の夕方、優勝という言葉を口にする権利をなくしました。ただし ACL 元旦国立、この旗印はまだ下げてない。ぜひ引き続き我々チーム一丸となりますので、皆さんの力添えを欲しいと思います。今年1年本当にどうもありがとうございました。